奥入りは藤原定家によって表された源氏物語の注釈書である。源氏物語奥入りともいう。1233年頃の成立とみられ、源氏物語の注釈書としては、最古とされる藤原これ行の源氏釈に次いで古いものであり、後世において重要視された。全一巻。もともと藤原定家は、小本として自ら作成した。 源氏物語の写本の本文の末尾に様々な注釈を書き付けており、奥入りの名もそれに由来する。現在でも巻ごとの末尾にこの奥入りを持つ写本は数多く存在しており、池田機関は源氏物語の写本にこの奥入りがあるかどうかを、写本が藤原定家の抄本の流れを組む青表紙本であるかどうかを判断する条件の一つに挙げている。 藤原定家が写本を貸し出した際に、これらの注釈を勝手に書き写されて世間に流れ出し、さらにその見解に対して批判を加えられたりしたことから、これを写本から切り取り一冊の本にした。その際、歌などの本文の一部が失われたという。奥入りでは先行する注釈書である源氏釈を重要視しており、多くの項目でその見解を引用している。 現時尺の見解にそのまま従っていることが多いが、すべて従っているわけではなく、末粒花、玉かず大宮などには批判を加えている場合も存在する。本書は一般には奥入りと呼ばれており、定価自筆本におそらくは定価の筆で奥入りと記されていることから定価自身も本書を奥入りと呼んでいたとみられるが、様々な注釈書を見ると、川会賞や、 日本指名称では、定価尺、現中裁非称では、定価強尺、公安源字論議では、難儀賞などと呼ばれており、また、源氏物語奥入り、源氏奥入り等と呼ばれることもある。写本の表題としては、言語古称、源氏物語秘伝書、定価古本といったものがある。奥入りには、外形的な区分と内容上の区分が存在する。外形的な区分は、 源氏物語の写本の各巻の末尾に、幹物の形で書かれたものか、それとも、奥入りのみで一冊の書物になっているかという区分で、ある。池田機関は、御事と教格文庫像、定価自筆本かしわぎ巻、大島本や名誉林も本といった青表写本の、捨て流上良質の写本であると考えられる、諸写本に、幹物の形で存在する、奥入りを、第一次奥入り、 奥入りのみが一冊に切り出された、低価実質本奥入りを、第二次奥入りと呼び、外形的な区分が、内容の区分に対応しているとし、写本から切り取られたという形態をそのまま維持している、大橋本などを根拠に、第一次奥入りから第二次奥入りへという前後、関係を主張した。しかしながら、その後、などが、明らかになり、 会計上の区分と内容上の区分とが一致するとした池田機関の説はそのままでは成り立ち得ず、さらには本書の総合本的性格を持った定価小元といった文書が発見されたこと等もあり、もっと何段階にもわたる複雑な成立過程を考えざるを得ないとする説が有力になってきている。ありがとうございます。